河西清美4月10日から1995年2月20日は、日本の銀行家、実業家、元道の区銀行討取、青森朝日放送初代社長、青森県出身、東北帝大卒業後、東北工業に入社、子会社等を担当する。その後、持病を再発したこともあり、前夫人の祖父にあたるカロウジサトシオの勧めで、広崎無人に入社する。 入社早々、いきなり支配人権営業部長を任せられ、困惑したという。役員昇格後においては、主に内部改革を任せられ、コンピューターを業界に先駆けて導入するなどして、同行は、バイタリティあふれる、相互銀行として、急成長を果たした。1976年には、カロウジ悲願の合併による、道の区銀行が誕生し専務に就任。カロウジの死去後には、 東取に昇格した。トップ在任時は、営業の基盤の作り、県内外への店舗網の整備拡充、現本店ビルの竣工など、経営の近代化を推進した。また、青森朝日放送初代社長、青森県公安委員長、広崎大学学術振興会会長等多くの役職も歴任した。1995年2月20日、 入院先の弘前大学医学部附属病院で、肝不全で死亡。去年80東北工業は1936年設立の一種の国策会社で、協作の多い東北において、電力をはじめ産業を起こし開発していくことを目的として、岩き製作所、東北農機など多数の参加会社を有していた。加西静子とは、 コトバンク週刊東洋経済臨時増刊1980年4月18日号、日本金融通信祝冊版1995年日本、金融通信社。ありがとうございます。